ありがとうございます。今日は3月1日です。で外の気温はマイナス19度ということで、まあ春になったってことなのか、昨日よりも7度ほど高いです。まあマイナス19度なんで寒いんですけど、今日はねスノーモービルを使ってちょっと遠くに出て写真を撮りに行きたいなと思っています。もうすぐ待ち合わせでスノーモービルのねスタッフの方々が来るので、ここで集合ってことになっています。で早速ね昨日買ったこの服を着てます。あったかいですね。いつも着てるやつよりちょっとあったかめですね。お迎えが来ました。Okay. Can we see here? Yeah, you can sit there because we're gonna have the food mark. Okay. How many are we? We're going to be 8. Okay. 8. One of you can go back there with your friends. Hi. Hi, new friends. Hi. Hello. Maybe you can fit there. Yeah.My name is Teemu. I'm representing Finland here. Do you know where it is? It's a beautiful country, a bit to the east from here. And then we have with us Tuune. So this is a trip to the east coast. Then the normal route would be going through Eiffeltalen here, and then through these big valleys, and in here climb up to the glacier system.Tiny hole as possible, so you just about can see, and then cover the nose and here on the sides, and then you put adjust the goggles so that they're tight enough, pull them on the helmet. That we have is the distance between each other, and that should be exactly 3 seconds. When you see that the person in front of you is passing something, like a rock or a stick or a snow bump, you should count to 3. And up.今から出発です。出発です。さてスノーモービル今から行きます。こんな舞台で10人の旅ですね。もうね鹿が見えるかな。寒いです。だんだん慣れてきた。こんなメンバーでやってますね。ちょっと今液晶にラグがあるけどカメラ大丈夫かな。すごい寒いですね。今マイナス25度ぐらいなんですけど、まあステアリングがあったかくなるので結構いいですけど、すごい寒いです。ちょっとカメラもね調子がいいのよくわかんないけど、まあ楽しいです。最高です。こんな感じです。このね服を貸してくれるんで結構あったかいんですよね。でゴーグルとかヘルメットとかこの服とかくれるんであったかいです。 Very good, especially for you when you're sitting back. So before we go, we'll keep the whole hand and the arm straight and the finger straight.氷河の氷の一部が落ちてるみたいですね。ここで氷河を止めて休憩してます。足が寒い。グレイシャーが向こうにあるんですけど、そこで今ね休憩してますね。
モービルはあそこに止まってます。で今それぞれにね写真を撮ったりとかトイレに行ったりとか休憩してますね。ここから先はね白クマがもしかしたらいるかもしれないらしいんで非常に楽しみです。来る途中であのね鹿っていうかなトナカイみたいなやつがいましたね。あのすごい可愛かったです。でここから先はあの白クマエリアっていうことで今ギリギリ大丈夫なんですけどこのゾーンを抜けるとねライフルがないと白クマに襲われるかもしれませんよっていうそんな感じのエリアらしいです。休憩中です。もうね白熊のエリアに入ってきてるはずなんですけどまだちょっとよくわからないですね。なんか休憩してます。後ろの景色とかこんな感じ。今日はね2人乗りでやってます。もしかしたら天気が悪かったらこれ以上進めないので引き返す可能性もあるって言ってましたね。まあ安全第一って感じですね。東側の方までなんとかこうモビルで来ることができました。これできました。こうやって乗ってきたみたいですね。すごいな。結構寒いですけどねあのここのハンドルのところにねヒーティングがついてるんでそんなに寒くないです。サーモンのパスタみたいなやつを食べれる予定です。みんなも食べて、はい、美味しい食事でした。今いるところは一面雪です。今いるのは海の上でこの海は1メートル以上あるっていうちょっと怖いんですけど1メートルしか掘ったことがないらしくてそれ以上どれぐらいあるかわかんないですけど1メートル以上確実にある氷の上に今立っています。で向こうにあるあの氷河を越えてね今運転してスノーモービルで来たんですけど向こうの氷河は200メートル以上確実に厚さがあるらしいですね。すごいな。色がねすごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗ですよ。このね一面のこの雪の世界、ちょっとね写真を撮るとかっていう感じじゃないんですけど、あとねちょっとねイーストコーストに行っても白クマにはちょっと会えなかったんですけど、このねなんて言うんでしょう、写真を撮るとかそういうことじゃなくてこの場にいることを楽しむっていうのがすごいできてる感じがしますね。まあ、もちろん写真撮れないのはすごい残念なんですけど、シロクマがいないのとかちょっとね風景写真的なのが撮れないのは残念なんですけど、もうこのねここにいるだけですごい最高の気持ちになります。最高、スノーモービル最高、イエーイ。今日はねすごい楽しい一日になりました。でね今最初に休憩したところとかに戻ってきたんですけど、今だいたい午後4時ぐらいになって、あの
今もうね、ロングイエルビーンへの町へのね道を戻ってきてるところなんですけど、今日はねあんまり写真スポットとか全然見つけられなかったんですけど、それでもね最高の楽しい一日になりました。もうねスノーモービルこそ最高でおすすめです。ちょっとね白熊に会えなかったのは残念ですけど、まあこれはこれで良しとします。ということで家に帰ります。 Did you find it?ここに落ちてたんじゃなくて背中に入ってた。About here, and then we had a stop here as well.